ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こちらニューサイトの LED です。ニューサイトさんから提供していただきました。でこちらをですね、ムーブのヘッドライトに本当は使いたかったんですけど、このムーブがヘッドライトが純正ではあるんですけど HID が組んであります。でちょっと配線加工とかもしなくちゃいけなくて、あ、ちょっとめんどくせえと思ったので、今回はフォグランプを変えてみようかなと思います、この LED に。でちょっと前なんですけど、レッドさんがこちらのニューサイトの LED を2つ紹介してありました。それでは交換していきましょう。危ない危ない、中身を見るのを忘れてました。はい、こんな感じになってます。左右に1個ずつ LED がついてます。そうですね、でもこれパッと挿すだけなので簡単かなとは思います。さあどのくらい明るいんですかね、気になりますね。情報が全然僕も覚えてなかったので、今Amazon の方を見てるんですけど、普通に買うとだいたい8000円ぐらいするみたいですね。でこれ1個が7000ルーメンあるそうです。なので2つ合わせて1万4000ルーメンですね。結構すごいんじゃないんですかね。じゃあ交換の前に今の明るさを見てみましょう。まあこの点今の時間帯明るいんで見づらいとは思うんですけど、ちょっとつけてみたいと思います。よいしょ。まあこんな感じです。うん、やっぱ明るいところでしちゃう、わかりませんね。そしたらフォグランプのバルブを外すので、この内側のここを外していきます。ただタイヤがちょっとまっすぐなので、これを少し左かに切って、ここに空間を作ります。それでは、これを外していきたいと思います。今回のは1、2、3、4つですね。もうちょっと外します。マイナスでちょっとここを間にこうね当てて隙間を作ってからやると取れやすいです。そしたら取れたのでめくっていきましょう。そしたら、じゃあ外していきましょう。取れた。なかなか買えないからくっついてますね。で、バルブを外しましょう。よし、取れました。くそ、音がかぶってる飛行機に。さあ、じゃあまずこっちをつないでみて、つくかつかないかですね。
対反対。よいしょ。あ、着いた。あ、着きましたよ。あ、ファンの音が聞こえますね。これ自体はそのまま着くはずなので、これじゃおかしいよね。今着いたんだけど、向きがほら斜めになってるよね。とりあえず今いろいろしてみたんですけど、ちょっと眩しいかもしれないですけど、なんだろう、横向きに LED が左右にしたかったんですけど、ちょっとうまくできなかったので上と下になっちゃいました。さあ、これでいいんですかね。なんとも言えないんですけど、まあこれで様子見ましょう。ダメっていう時は教えてください、皆さん。じゃあこれでさっきの後ろちょっとはめて反対側もしていきましょう。さあ、今現在がこんな感じになってます。さあ、まだ明るいから分かりづらいけど、なんとなく分かってくれるかな。はい、すっかり暗くなりました。さあ、朝じゃああんまりわからなかったので、これでバッチリわかるでしょう。さあ、ライトつけてみましょう。おお、結構明るいんじゃないんですか。おお、まぶしいぞ上のスモールがスモールだから余計になんですけどね。え、あ、明るいですね。やっぱり元のやつとちょっと比べてみたいですね。それではこれで一回走ってみようかな。今ほらこうやって明るいってわかるんだけどね、実際外走ってみないとわからないんで、ちょっと走ってみたいと思います。今走ってますけどどうですかね。元よりもやっぱり明るくなったんじゃないかなと思います。ただこれがこいつの本当の明るさなのかっていうと何とも言えないんですよね。取り付けた時に LED の向きがちょっと気になってるんですけど、ちゃんとした取り付け方でいればまだ良かったのかなとか思ってるんですけどね。まあよくわかりません。はい、戻ってきました。そうですね、今走っての感想としてはやっぱり明るいですね。ほう、あはは。まあさっきもちょっと言ったんですけど、向きがこれで合ってるかどうかっていうのもあるので何とも言えないんですけど、まあ今までのに比べたら全然違いますね。いやー、今回提供してもらって非常に助かりました。また何かいいものがあれば教えてもらえると助かります。はい、ということでですね、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。